ハハ、狼はなぜ強い？もともと強いからさ。野の虎が鍛錬などするかい？くー、かっけえな刑事の野郎。ちくしょう、俺もこれ食らったら一発で刑事を尊敬するぜ。やはり武士には武芸の鍛錬は欠かせませんよね。年家殿はどんな鍛錬をなさってるんですか？狼はなぜ強い？もともと強いからさ。野の虎が鍛錬などするかい？え？はあ、そうですよね。虎とか狼とか強いですもんね。いやー、すごいな。そうか？いや、それほどでもねえぜ。俺は虎でも狼でもねえ、凡人だ。じゃあ鍛錬しなきゃダメだろ。俺のことを慕ってくれてる清正やお前をがっかりさせたくねえしな。頑張らねえとよ。俺は虎でも狼でもねえ、凡人だ。じゃあ鍛錬しなきゃダメだろ。俺のことを慕ってくれてる清正やお前をがっかりさせたくねえしな。頑張らねえとよ。